はい、私どもではですね、現在役員報酬最適化という情報をお伝えしております。役員さんの役員報酬年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、役員さんの分の社会保険料が大幅に節減できたりですね、あるいは60歳以上の役員さんであれば、報酬が高いため老齢厚生年金が支給停止にもしなっていたとしましてもね、役員報酬の支払い方を変えるだけで、年収は下げなくてもですね、老齢厚生年金を受け取っていただくことができるようになります。そういった情報をですね、お伝えしておるんですけれども、大体どの業種でもですね、問題なく、ご利用いただける情報なんですけれども、特に私どもでお役に立てます業種としては、一つはですね、保険代理店業ですね、生命保険、損害保険で法人にされていて、社会保険入っておられる、あるいは今後入ることを検討されている、という会社さんですね。こういったところに特にお役に立てるのかなと思っております。と言いますのもね、私自身が、社会保険労務士事務所を開業する前に、損害保険の会社のですね、研修生から、損害保険代理店とで生命保険代理店をやっておりましたものでですね、業界の実情というのが比較的よくわかるということですね。最近 の、 その各保険会社同士のですね、競争結果とかですね、手数料の低下の問題とかですね、代理店統廃合の問題とかですね、あるいは、委任型の募集人さんからですね、今後、常勤型へということの流れの中で、全部が全部ですね、もし労働時間とか労働日数、正社員さんと同じような形にするとなると、社会保険に入るという形になりますけれどもね、これがまた経営に与える影響というのがですね、とても大きくて、税金以上にですね、現状では中小企業さんの経営を圧迫することが多いのかなと思います。そういったことで、同じ社会保険に入るということでもですね、報酬の支払い方をどうするかによってですね、社会保険料が大きく変わってきたりします。あるいは、シニアの役員さんであったらですね、これは老齢厚生年金が受け取れる受け取れないということに絡んできますので、これまた会社の経費削減ということで考えると、お一人当たり最大400万円ぐらいですね、毎年経費が節減できるかどうかと、こういう大きな影響があるお話ですのでね、役員報酬最適化という情報を活用いただくことによりまして、会社の営業利益増大ということに特に貢献できると思っております。で、役員報酬最適化、支払い方を変えるという面で言いましたらですね、特に保険代理店の皆様方の場合ですね、お客様もし法人相手に営業されていることが多い会社さんであったらですね、法人の決算が3月決算の会社が多いことから、3月分の契約の売上ですね、したがって一般的には4月分の代理店手数料が特に突出して多いというようなですね、代理店さん多いと思います。そういった時にですね、特に使い勝手がいいのが今お話しているような役員報酬最適化といった手法なんですね。今後の経営にとってですね、お役に立つ情報だと思っております。ご興味がございましたら、ぜひお問い合わせください。